はじめまして。私はナゲンダラと申します。インド人です。2014年に電子工学を専門として、プネ大学から卒業しました。卒業した以来、エンティティデータという株式会社に入社しました。エンティティデータで日本語の研修を受けて、JLPT N4 と N3 を合格しました。そして、エンティティデータで1年半在任間で SAP ABAP と Java の言語を使用しながらアプリケーションを開発したことがあります。そして、富士通という株式会社に転任することになりました。富士通で Python を作って、K5 クラウド上とか AWS クラウド上にアプリケーション開発とサポートの仕事がやったことがあります。今現在は富士通 STU 部のため、Python で、IoT とか機械学習の概念実証を実施しています。そして去年は、AWS ソリューションアーキテクチャの試験も受けて合格しました。私の強みは、どんな環境にも早めに適応する柔軟性と間違いから学ぶすることがなんです。そして、大体4年くらい日本語の勉強して、今実際に日本へ行って日本語にもっともっと上手くなる希望を持って、今は、日本ので就職活動になりました。私については以上でよろしくお願いいたします。